で泡トロ風する理由としては、まあ通常の液だとちょっと札幌占い美容室早流しの後藤です、今回も、サロン終わってからですね、なんだろうはい、また動画の配信をしていきます、今日まだちょっとカウンセリングを一切これリアルにカウンセリングしてないんですけれども今日何がやりたいんですか。今日は、はい、髪がちょっとプリンになってきたので、はい、春っぽい色に染めたいかけてカラーか、カラーで春色にしたい。パーマの後にカラー、色パーマ落ちそうだな。あ、明るくしたいですか。あそこまでは今ぐらいで大丈夫ですか。そう、ちょっと明るくなっても大丈夫です。今も明るいですもんね。ですね。そうか。今言われたオーダーだと基本的にパーマかけた後にカラー剤を毛先まで塗らないとダメになってくるので、そうするとパーマ落ちる可能性が非常に高いんですよね。それがちょっとどうかなっていうんで、大体パーマかける時は根元染めだけにちょっとしていただいたりとかしてるんですけど、まあそこにまた秘策があって、じゃあカラーじゃなければ大丈夫だってことなんで、根元は通常のカラーで明るくして、毛先のパーマかけたところはトリートメントのカラーっていうので、まあそこまで色は入らないんですけど、それでちょっと対応したいなと思います。パーマかけます。浸透剤今つけてます。で今回は使用する薬剤としてはまあちょっとかかりづらいってこともあって、毛先ダメージあるんですけどシステアミンでいきます。ちょっとつけていきたいと思います。今日は泡塗風です。こちら泡のやつですね、ポンプに、作っています。でちょっと垂れやすいんで少しこれやってるんですけど、ちょっと後ろ見せましょうか。どういう風になってるかっていうのはちょっとね、このぐらいの距離で見た方が分かると思うんで、今これ泡出てるの分かりますかね。バンバン出てますよね。はい、でこの時点から還元が始まります。カラーカットパーマ2時間トリートメントか、ちょっとかなり厳しいと思うんですけど、まあ、ちょっとこういうところで時間をね少しこう節約していかないと。で泡塗風する理由としては、まあ通常の液だとちょっと垂れてしまってとどまってくれない、だけどクリームだったら残留しすぎてしまう。で泡の場合はパーマ液の量が少なくて済むんですね、実は。なんでダメージが出づらいっていうことですね。ただパワー強いパーマ液だったらダメージは出ちゃうんですけども、比較的出づらいです。パーマ液の量もすごく少なくていいですし、まあちょっとねうんちく語って早くやれよっていう感じの人もいると思うんで、ちょっとやります。とりあえず、まあ全体に毛先につけまして、イヤートゥの耳の付け根から耳の付け根まで、でスピード勝負なんで皆さんあんまりブロッキングとか気にしなくて大丈夫です。ブロッキングをきれいに巻いたからきれいに巻かされるってことはないので、髪の毛の厚さを見て、選択してみてください。髪の厚さが実際どれぐらいあるのかを飛んでみて、はい、左右の髪の
厚さっていうのはイコール紙の本数ですね。紙の本数を同じ本数でかけてあげた方がいいです。片方を100本でかけるんだったら片方を、100本、まあ、もしくは右側がかかりづらいんだったら右側は90本みたいな感じで、設定していくのがいいと思います。でちょっとかかりづらいかもしれないのでかなり小さめの13でちょっと巻いていくんですが、あのなぜここをこれに巻くかっていうと、ちょっととりあえずこの辺はかかっててもいいんじゃないかなっていうことですね。あの保険としてね、かかってればちょっとかかってるように見えるんで13をとりあえず使ってノーテンションで、ちょっと振ってこのスイングですね、これが大切ですね。これをやることによってあの毛髪のズレができます。この毛髪のズレによってパーマが優しくかかります。今こちらですね、アールピニングっていうのをちょっと入れたんですけれども、アールピニングは、まあ、もうずっとやってますから皆さん見飽きたと思うんですけど、あのゴム跡つけない方法ですね。こういう状態を、このピンを刺してこっちに刺すということになります。こういうことですね。でアールピニングすることによってのでメリットとしてはもう本当に自然にかかる入りがちょっと緩やかになるとかそういうことになってますね。はい、であの基本的に、まあ、他のお店と違うところはターバンしないんですね。であのターバンなぜしないかっていうと、もうこれでいいからですね。顔周りのところがよれたりとかもしませんし、なんか液だれするものもつけませんので、もうこのままです。もうラップもしません、あえてそれもあえてラップもしないんですね。わざとこの状態で置いていって、まあ、多分もうかかってるかなと思うんですが、ちょっと取れやすいんで5分ぐらい置こうかなと思います。それから中間水線してパーマをかけていきます。でパーマが終わったらカラーなんで、もう今この時点でカラーの用意をしていかないともう時間間に合わないんで、この放置タイムの時間に、カラーをちょっと今カラーと毛先トリートメントの色をこれから作っていきます。で、今パーマチェックしたんですけど、見えますでしょうかね。ロットの2個分、ロットに ×2 ですね。そのぐらいのウェーブが出てればとりあえず OK ということですね。上に持ち上げて、一回水スプレーで濡らした方がいいんですけど、それでこうロット2個分より小さかったらとりあえず OK という感じでウェーブがかかってますよっていう合図になります。はい、パーマかかり終わったのでこれからカラーを塗っていきます。で根元リタッチしながら毛先の方はトリートメントカラーの方を塗っていきたいと思います。はい、なんでまず根元を塗ってその後トリートメントカラーして時間を放置してちょっと軽くチェックカットしたら終わりなんで、2時間ぐらいで終わるかなと思います。ではやっていきます。根元ちょっと結構明度がかなり違うんで、ハケを寝かせたゼロテクで塗っていきます。使用薬剤は、スローのアッシュに、ブ
ブルーをちょっとミックスしていただきました。 20% ブルーミックスを、入れております。で、トリートメントの方もちょっとアッシュ系にしたんで、根元の方アッシュちょっと強めにしてます。はい、でこれでもう根元塗り終わったんですが、まあ、見て分かるよって通りまだ綺麗に塗れてないんですね。 でもいいんです。これでとりあえず毛先塗ってしまいます。先にでそれから根元のチェックっていうのを僕はやるんですけど、先に毛先を塗っちゃいます。でその後に根元をチェックしていくような感じ でこちら、毛先につけるトリートメント剤なんですが、もう毛先の方は手で塗ります。手でもう乗せちゃった方がいいので、手でもう揉み込んでいきますね。はい、まあ、スピードも速いですし、後で綺麗にすればいいだけなので、パーマが落ちちゃうのが一番嫌ですね。今毛先、このように手で塗ってますね。で塗りましたんで、今度はコームを使って、先ほど、まあ、リタッチがまだ中途半端な状態ですので、リタッチのところとつなげていきます。で今見た感じ結構上がりやすそうなので、ラップはしなくていいのかなっていう感じです。で、この状態で綺麗に塗っていくっていうのが、まあ、僕のやり方です。とりあえず早くつけるってことですね。いかに早くつけてタイムラグをなくして、そこから綺麗にしていった方が作業効率もいいですし、間違いなくスピードも速いですね。この状態で、根元から毛先までですね、濡れた状態です。はい、カラー、まずパーマ当てまして、それからリタッチ、それからここはトリートメントで、春っぽい感じのアッシュカラーにちょっとしてみました。でこれから乾かしていきたいんですが、まあ、ここでですね、ワックスとかベタベタしちゃいますし、なんか顔についたりするの嫌じゃないですか。なので、ここはいつもと一緒ですけど、ヘナジェルを使います。こちらのうちのヘナジェルです。これを使っていきます。これちょっと手に出してもいいですか。結構ね、手に出してこうやって手に伸ばすと最初ベタってなるんですけど、時間経つとサラサラになるんですよ。最初はあれですよ、ぬるってしまう。でこれを髪の毛にヘナジェルをつけていきますね。いい匂いします。ラベンダーの、北海道のラベンダーの香りが。でこれを手に取って、髪の毛につけたら、普段はもうそれで終了とかでも全然 OK ですね。これはちょっとパリッとなってくれるので、自然乾燥でも全然いけます。なんでこのまま寝てもいいぐらいなので、お風呂上がりでも使えるし、トリートメントしながらスタイリングができてしまう。で結構パリッとしてるんで、ちょっとやってみますね。どれぐらいパリッとするかっていう、かなりリッチ感も出るんで相当使えると思います。で濡れた髪につけたら、ちょっと溶かしていただいた方が全体に行き渡るんで、いいかなと思います。普段はもうそうですね、夏とかはもう全然このまま乾かさなくて大丈夫です。自然乾燥していくので、今日はここで乾かしていくんですけど、ここでまたちょっとアイテムがあって、これ朝倉の、以前も紹介してるんですけど、朝倉のですね、エアレスドライヤーっていうやつを、伸び用なんですけどガチャッとつけてです。これでやるとすごく早く乾きます。ちょっとやってみましょう。
これすごい、めっちゃ出ましたね、これですごいな。そう、これ入れるとめっちゃこのぐらいボリューム出るんですよ。で、ノビー、まあノビー専用ではあるんですけどね、カチャッとつけれる、まあぜひ興味ある方はこちらの方にお願いします。で、このぐらいボリューム出たんで、ここから撮影、まあもうね、固定巻いたりとかしないで、もうこのまま自然で撮影します。もう自然体がいいので、このままやっちゃうんで固定一切巻きません。このままやります。以上。今日も最後まで動画見ていただいてありがとうございます。毎日頑張って動画撮ってますので、チャンネル登録だったりとか、あとなんかこういう企画やってほしいよとか、そういうコメントいただいたら、それっぽい誰々芸能人の誰々みたいなカットしてほしいよとか、例えばですけど、まあ、なんかこういうの見てみたいよっていうのがあればコメント欄にください。チャレンジしてみたいと思います。はい、今日はどうでしたか。いや、すごい別人になりました。なりました、はい、パワーもかけましたしね。はい、すごい、こんなにくるくるになると思ってなかったので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。真面目な感じですね。ありがとうございます。はい、また、明日も皆さん見てくださいね。はい、ということで、今日もお疲れ様でした。ではバイバーイ。